全身用意、前へ。ランナルポムポムであります。今日のサバイバル術はコンドームのサバイバル的使い方。コンドームは避妊具、病気予防としてもとても大切なものなんですが、サバイバル的にもめちゃくちゃいろんな用途に使えて、世界の軍や特殊部隊にも支給されているサバイバルキットの中にコンドームが入っていることがよくあります。今日はそんなサバイバル的な使い方を紹介したいと思います。中に水を入れて水筒やバケツの代わりにします。川や海の水流ではこのぐらいの量しか入らなかったのですが、水道で水圧をかけて入れてみると、結構な量入りました。どれぐらい入ったか計測。合計700、1リットル近くは入ります。持ち運ぶときは靴下、靴下に入れておくと行軍中など万が一枝に引っかかっても破れないので、軍の方々はこのような方法を取り入れていると噂で聞いたことがあります。多少黒い煙と変な匂いはしますが、すぐに火がついてよく燃えるので着火剤に最適。サバイバル的にもありがたいし、キャンプでも重宝します。物を縛っておきたいとき、脱落防止処置をしたいときにも使えます。独特の耐久性と伸縮性が何かを縛るときにとても使えます。これで落とし物をする心配もなし、脱落防止処置も完璧です。万が一怪我をしてしまった時にも、タオルの上などからコンドームで縛って止血をすることもできるかもしれない。タープやテントの端を木に縛り付けて固定する時にも使えます。両端を縛って円を作り、ヘアゴムの代わりにも使えます。かわいい。水を入れたコンドームを丸く持ち、凸レンズの代わりにします。太陽の光を一点に集めて根気よくやれば火起こしもできるという原理です。コンドームをかぶせるだけで手軽に防水処置や汚れから守ることができます。 iPhone にかぶせると簡単に防水ケースが完成。ちなみにコンドームの上からも操作が可能です。世界の軍では銃にもコンドームを使います。銃口にかぶせて水や汚れが入るのを防ぎます。急に撃たないといけなくなった時でもコンドームをかぶせたまま撃てば OK、 問題ありません。突然ペットボトルの蓋がなくなっても大丈夫。コンドームをかぶせるだけで簡易的な蓋が完成。女子におすすめ、綿棒やスポンジを持ち歩きたい時にはコンドームの中に入れると手軽に収納ケースになります。このまま化粧ポーチの中に入れておけばメイク道具の粉で汚れたりする心配もなし。手のひらにかぶせると応急のゴム手袋になります。感染対策にはゴム手袋は必須。きつくて指の間を広げることはできないんですが、何かの時に役立つかもしれません。 Y 字型の小枝を見つけてきて両端にコンドームを結びつけます。パチンコが完成。石や小枝を弓のように引いて飛ばすと
獲物も取れるかも。小さく膨らませて釣り糸に結びつけると釣り具の浮きになります。膨らませます。振ると素手よりも目立って目印になるので、助けを呼ぶときにより発見されやすくなります。気を失いそうになっている人や朝なかなか起きてこない人がいたら、膨らませたコンドームを耳元で割るだけで目覚まし代わりになります。非日常の過酷な環境で日常の欲求や大切な人を思い出させることによって、生きる気力を絞り出させようという効果もあるそうです。膨らませたコンドームの上にスマホを置き、押し当てながら徐々に空気を抜いていきます。スマホが埋まったぐらいのところで一気に空気を抜くとスマホケースが完成。癒しグッズにも使えそう。ということで、以上コンドームのサバイバル的使い方をいくつかご紹介させていただきました。海外ではウォータージャグ、バケツとも呼ばれているそうです。私の大好きなイギリス特殊部隊 SAS もサバイバル訓練でコンドームを使った訓練をしていたという噂を聞いたことがあるので、激萌えなアイテムであり、本格的なサバイバル災害時に使えるアイテムであり、収納性も抜群、ぜひ覚えておいて損はないサバイバル術かなと思います。作業をするときにいろいろやりにくかったり口に含むこともあるので、使う種類は潤滑剤が少ないものを使う方がいいかと思います。今日も最後まで見てくれてありがとく大型ダンプ。毎月連載中のアームズマガジン、全国書店さんで販売中です。チャンネル登録もよろしくお願いしますのす。好評発売中。